しようか。4DS 原空について説明します。はい、こちらの方は仰向けに入れてください。家で寝るときはここの部分を肋骨の下の方に入れてあげて寝ると、お腹下がります。はい、細いですね。ここの理想の角度は大体60度なんですが、先生はちょっと細、60度以下ですね。ここが細いで、年とともにここの胸郭の下部の方がどん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 広がってくるんです。で、チューリップで例えるとつぼみの状態が2歳から3歳、それからどん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 広がってちょうどいいぐらいの時が20歳ぐらい、それからあとはもう広がる一方、人によっては違いますけど広がる一方で、ここの角度もどんどん広がって、僕とかも120度ぐらい広がってるんですけど、原空が足りない、最近やってないんでこれがだん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 広がって、ここも広がる。しかしクリエピローに寝てると、ここの下の枕の足の部分がこういうふうに下重力を使ってこう締めてくれるんです。イメージできます？イメージできます？こういうふうに、そうすると寝てるだけでここの角度が、パッと細くなることはないですけど、この部分を締めた状態で維持してくれます。これがただ単に寝てるだけでアンチエイジングができるというクリエピローの使い方です。で、チューリップの話に戻りますけど、これが、2、3歳で、ここが、20歳ぐらい でどんどん開いていって、80歳ぐらいになるともう完全に開ききって、最後には枯れて種になるというふうに、年取ってくると胸郭が細い人でもここが開いてる人が多い、それでここが硬くなってる人が多い。そのアンチエイジングのための枕でもあると言えます。はい、じゃあ今度うつ伏せ4DS。